どうもオルシスです。本日はついに来ましたね、TS 第1弾こちらについての動画を撮っていきたいと思います。いやー今年もやってまいりました TS 第1弾、第1弾ということもあってね、12球団で見ても、かなり激アツな更新になっているかなと思います。ということで早速阪神の選手から見ていくと、いやいきなり来ましたね、藤浪投手が、TS 第1弾で登場しています。TS では2020年以来2度目の登場となりました。こちらの藤浪投手、過去の TS もそうですが、通常版との大きな違いにこのストレートが動くという点があります。去年のアニバーサリーの藤浪投手、でも十分リアルタイム対戦強いんですけれど、この動くストレートと、ツーシームを持っている藤浪投手は、プロスピ界全体で見ても唯一無二の存在となるので、リアルタイム対戦では阪神の先発投手トップクラスと言えるピッチャーになっています。そうですね、阪神純正で一番強い先発投手というのはもちろんですが、12球団目線で見ても大台入りできる強さを持っている、まあね、珍しい阪神のピッチャーとなっています。そしてこの TS バージョンの藤浪投手を2020シリーズに獲得しているという方も多くいるかと思います。まあ、正直このスピリッツが4000に上がるということはありますが、無理に持っている方は取りに行かなくてもいいのかなと思います。というのもイベントで自チーム A ランク契約書で藤浪投手のスピリッツ解放要因をゲットすることができますし、まあ打者と比べて投手というのはスピリッツが多少下がっても球種がマイナス1にならない限りは大きな問題はないかなと思います。なので藤浪投手すでに TS バージョンを持っているという方は無理に取りに行く必要はないのかなと思います。ただね、昨年のアニバーサリーを使っているという方、個人的にはね、この藤浪投手動くストレートバージョンの TS の方が強いと思っているので、昨年のアニバーサリーを持っている方で TS バージョンの藤浪投手を持っていない方は取りに行ってもいいと思っています。そして藤浪投手は第3特能にこちら荒れ玉を持っています。そうですね、個人的にはリアタイだけを考えるならこの荒れ玉はつけなくてもいいかなと思います。というのも藤浪投手もともとの制球が57と、かなり S ランクにしては低い査定となっています。個人的にもね、使っていてたとえベストピッチを出したとしても、狙ったところに行かないということが多くあるので、そうですね、荒れ玉で、さらに制球が下がるとなると、まあ、ベストピッチを決めても甘いところに行ったり、ボール球になってしまったりということが増えるので、リアタイだけを考えるならこの荒れ球つけなくてもいいかなと思います。そうですね、他に12球団目線で激アツな選手は1番は超広角アーティストの雄平選手、そして他にもね、松井和夫選手、アーティストの藤井選手、西フォーク持ちの長川選手、そして藤浪投手を加えた5人、この5人になってくるかなと思います。本日はですね、僕自身も正直藤浪投手を持っているので引こうか迷ったんですけれど、まあ、今回は獲得しに行こうかなと思います。ということでですね、早速30連 S ランクタイムスリップ第1弾1人確定まで、今回は引いていきたいと思います。いや、現実の開幕投手、それから今年のプロスピエースの、阪神タイガースの特別レアリティの開幕投手も、藤浪投手でしたね。まあ、阪神純正はもうね、去年の OB 更新が激アツだったので、ね、今年も激アツな更新を期待してるんですけれど、それにふさわしい選手が、まあね、今回出てくれたと思います。おー、Aランクナイス。はい、おー、佐々木朗希投手 A ランク初ゲットですね。これは嬉しい。いや、今回僕もランキング走るつもりなんですけれど、そうですね、今回激アツな選手が多いのでかなりランキングは厳しくなるかなと思います。そういったね、ランキングが厳しいという意味でも藤浪投手すでに持っているという方はね、おとなしく撤退してもいいのかなと思います。いや、渋いな、ここまで。いや、なさそう。いやー、渋いなー、全くだ。まあ、ボーナスがあるのでね、A ランクも1枚でも多く引いていきたいんですけれど、
さあ30連目、ここは、スランクタイムスリップ選手が1人確定になります。いや2枚引きしてほしいな。ある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 。いやーないか。きっちり打たない。いやーこれはランキング走る羽目になるな。いやー確定が A ランクも出ないな。これはねかなり今回引きが渋い。さあ確定ですね。早速引いていきたいと思います。はい。いやー堀選手。そしてランキングの選択契約書が、こちらですね。3枚。おこれはかなり、広がったといえば広がったと思うんですけれど、今回激アツなので、厳しいことに変わりはないかなと思います。ランキング走られる方、一緒に頑張りましょう。